毎日ポジティブ、はい、ポジティブ中8年スーパーポジティブティーチャー福井でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、元日本代表のサッカーのですね中田英寿さんのお話をしようかなと思います。まあ中田英寿さんといったらね、日本で、しっかりと結果を残した後ですね、海外に行って、海外のビッグクラブで、大きな成功を収めて、30前にはですねもう引退をして、そして世界中を旅 しながらですね、まあ、実業家として今でもですね活躍をされている方なんですけども、まあ、その方がですね、言った言葉で、毎日を 100% をやりきれているかという言葉があるんですよ。自分のね一日一日がね本当に全部 100% 出し切れているのか、それが 80% だったり 70% だったり、まあそういう風に出し惜しみをしているとですね、本当にありふれた日常の一日が、もっとあれをやればよかった、もっとこうすればよかった、後で後悔になってしまう。毎日を 100% 出し切った状態が続いていくからこそ、無駄なこともですね、それも必要だったことになったりとか、自分が今目指していること、目標にしていること、やろうとしていることというのも、毎日の 100% の積み重ねが、その日の 100% が次の日では 99% でその 100% を渡せて、昨日の 101% が今日になったり、そうやって自分の毎日の全ての力を出したからこそ、次の日のまたベストが変わっていく、そのベストが更新し続けたからこそ、自分の目標だったり自分が目指しているものに近づける。だからこそ毎日を 100% 出し尽くすんだと、そういうふうに中田英寿さんは言っていました。だ世界中を旅するようになっても、毎日真剣に遊ぶし、真剣に笑うし、真剣に一日一日というのを出し尽くす、そうした結果が今の自分であって、後悔のない自分、死ぬ時にほとんどの人があれをやればよかった、これをやればよかった、後悔を持って死ぬそうです。だからこそ後悔のない一日、後悔のない日々を送るためにも、毎日一日一日を本当に自分の 100% できたどうかかというのをですね、自分に問いかけて、そして生きていく、それがすごく大切なんじゃないかなというのをですね、その中田英寿さんの話を聞いて、僕は思いました。じゃあ実際自分が今 100% で出してるのかといったら、まだまだ余力残してるなと思います。やっぱりね、 100% を出すっていうのはすごく、自分の中で妥協を許さずにね、前に進むことだと思います。だけどもそれをやるからこそ、きっと未来がですねどんどん開けていくと思うので、今日もですね 100% 自分の力を出し切って、本日のポジティブタカの営業も楽しんでいきたいと思います。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。